こんにちは、いらっしゃいませ、雲仙です。じゃあ今日もハローネイバー2をやっていきましょう。前回一応ストーリーモードをクリアしたという感じなんですけど、他にねアドオンっていうところにダウンロードコードありまして、とりあえず2つ遊べるかなっていう感じなんですけど、バックトゥースクールと、レイトフィーズかな、よくわからんけど、映画監督っていう感じなのかな。とりあえず今回はバックトゥースクールっていうのをやっていこうかなと思っております。一応ね説明がされておりまして、公式にはね、廃校になった校舎では子供たちが行方不明になるという長い間忘れられていた噂が再び浮上した。その場所にいるのは不機嫌な管理人の老人と意地の悪い番犬だけだ。彼は何かを隠しているに違いない。ただし学校に潜入するのは決して容易ではなく、管理人は不法侵入者をこの前ないで注意しようということで、廃校を探索するっていうマップなのかな。このダウンロードコードっていうんだっけ、忘れたっけ、 DLC の目的は何でしょうか。そこら辺も探っていきたいね。じゃあやっていきましょうか。お、カメラが2つあるわ。これはなんかサブアイテムとして準備されてんのかな。バスだね。学校に行く、海外では当たり前みたいな感じだけど、日本ではないけどね。あ、開くのかな。お、開いた。じゃあちょっと、あ、ワンちゃんか。怖いというかなというかだね。これはなんだ。あ、なんかウィンチみたいな、なんかレバーみたいなの取り付けるって感じか。ああ、なるほど。なんか隠れたりする要素ってあるのか。あ、ああ。ワンちゃんは入り口の方にいる。これなんだ？追ってもなんもないね。あい、ん？なんだ？ゴミで何か作ってるって感じか？暗くてわからんな、ここの先は。お、なんだここは。凍ってるのか？扉がね、でもなんか持ってるもんがないな。あ、凍ってるね。下からポタポタ、あ、上からポタポタと、なんか、裏に回ってするのかな？何も持ってないね。上行ってみようか。よいよ。お。バレーボールみたいなのをゲットできるわけだ。お？ここから落ちれる。とりあえずなんか、ん？何かできるわけじゃないね。一緒にしろってことかな？動かしていいのか。はい。動かさんと始まらんのだろうね。で、これも一応人形か。また？来るかな？あれ？開いただけか。なんか襲いかかってくるってわけ。何も、なんだこれ。しかも見にくいし。あ、ここか？あー、なるほど。ライトか。
ライトを見つけてくるのかな最初。あ、ん？いや、色があるっぽいね。白は上の方だね。ブラック。ああ、あるある。あれ？いや、外せなくなった。パイ下っぽいけど、まあいいか。光の三原色かなんかでするんでしょう。上からも落ちることができるのか、登れるのか。無理だな、おそらく。あ、じゃあこっから降りれないのか。しゃがまないと降りれないと。理不尽じゃないか。まあワンちゃんは入り口をずっと見守ってるって感じかな。鍵がある。あ、扉のマークね。裏庭、裏庭、あ、そういえば裏庭だね。あ、ワンちゃんだ。入ってきたら吠えるという感じか。お、なんか加えてるね。でも加えてても何もすることができない。これに投げて遊ぶのか。お、あれ、か、あ、鍵ゲット。赤の鍵か。お、いいのあるね。ここら辺でおもちゃをちょっといろいろゲットできるのかな。で、ここは多分赤の鍵じゃないだろうね。うん、違うね。赤の鍵はこれか。まだ2箇所しか、あ、開いた。ん？これは閉めとくか。なんだ、地下？ん？予想以上の広さだな。これ燃やすっていう感じか。なんか燃やすとイベントが起きるって感じかな。とりあえずなんかワンちゃんのおもちゃをいっぱい手に入れたって感じだね。あ、あー、そこも行けないね。こっち側は？お、ライトあるじゃん。他にゲットできるもんはないね。ちょっと見にくいな。ボールに変えて戻ろうか。いいか、敵はいつ出てくるんだ？最初の登場シーンだけか。じゃあ、そう、あ、でもどうやって登るんやろ。登れるところあるかい？とりあえずこっち行って。この人形をつかめるわけじゃないな。高すぎる。ああ、多分謎を解いたらここが開くという感じかな。
ここに橋があるけど、これは何も使えないか。ここジャンプで、ああ。ジャンプしていけるかどうかやってみようか。お、登、あ、もしかして連打で登れる？ああ、なんか変な突っ張りがある感じかな。どうしよう、とりあえず分かりやすいここに置いとこうか。どうしよう、正面から行かんとあかんかな。あと入り口は別のとこ見てみようか。あ、あそこ開いてるんじゃないか。開いててもか。出るときになんかできるか。よし。よろしい、ワンちゃんだね。決められた。多分ワンちゃんいたのかな。見つかってる状態？ん？あ、いるね、ワンちゃん。ワンちゃん遊ぶ？ワンちゃん遊ばないの？ん？学校の敷地内とダメとかある？ああ、見にくくなった。まあいいや。ここカットしていくか。隠れる場所は？あー、このロッカーに隠れるのか。後ろから来たか。あー、おここ登れるんだ、やっぱり。あ、燃えるゴミ入れてこないとね。ここにはそれぐらいしかないのかな？あ、あの赤いのがあるね。もしかしてここ、それ以上いけないかと思ったけどいけるわ。下から登ってくるのかな？あ、なんか奥にあるんだな、おそらく。ついでにここは、まあ登ったところでって感じか。とりあえずこのゴミを持ってくるのがこの場所の意味だったのかな、おそらく。そっちからはいけないし、まあ入り口から行くしかないか。この赤いやつ燃やす意味ないやろな。あ、というところでね、ちょっと落ちちゃったのでね、やっぱパソコンじゃなくて OBS が。じゃあ、ワンちゃんと遊んでいきましょう。いやー、ワンちゃん、ありがとう。帰りもらってくよ。あのワンちゃんが、あの遊びが好きなだけかな。なんか、表のブルドッグ、全然反応がなかったから困ったんだけど。さあ、じゃあ、これ燃やしていきましょう。あ、もしかしたらここの矢印がちょっと変わってくるのかな。赤になるといいことあるのかな。一応これ持っていくことこうか。
でも持って行ったところでね、ライトつけられるわけじゃないんだよね。まあいいや。カチャカチャ音がするね、扉。あ、まあいいや。大きいからわかる。とりあえず、ここに、なんかあったよね。ああ。普通に落ちた。これがさっきの、行った先だよね。まあ、とりあえず、このゴミを、ワンちゃんさよなら。ここに戻ってくることあるんかな？まあ、とりあえず、ゴミを入れちゃいますか。ここら辺一帯が寒いのかな、もしかして。ああ、あと一個は必要だね。ゴミを探しに行くゲームかな、これは。お、表に出てきてるじゃん。にくいなこれ。なんだ。プレイ感かな。赤くしたらいいのかもしれない。無限に入ってるんかなこれ。なんか正解であるかな。お、バレた。入ってこうかな。まあこうやっていくか。お、あ、バルブっぽいのがあるね。水も垂れてる。なんかせ、まあ赤く塗ったところで感じだけど、うん、ここには関係ないかな。水垂れてるのはちょっと直した方がいいね。あ、直してるのか。なんかそういうのがあるんだな。シリン、トイレは。トイレは。あ、あそこにバルブがある。まあ。バルブを見つけた。あ、取られなかった。まあいいや、取られなかったということは、ちょっとじゃあ意地悪して中入るか。この塗られたところを直す習性があるのかな。よ、ここら辺。あ、もしかして赤くないところを、なんか、ロックするのかな。別にここら辺色塗れないね。緊急が一個ないっていう感じか。いや、なんか謎か。カラスと、お、目玉が一個ある。家？
端々がダメだけど、ね、目玉が1個あーなるほど、このカラスのところにライトを灯していく感じか。くちばしと目と体かな、これだね。目玉、体、くちばしもイメージした方がいいのか。足の先、尻尾、まして、あ、上が回転している。で、ここ登れるわけか。で、スレンだね。で、ここに燃えるものがあると。ああ。なるほど。回転していけるんだね。壁に突っかかってる。で、スレンだ。なんだ、ここは。ボタンもあるね。お、入り口の、あの、旗を動かす装置が使えるわけか。今の怖かったね。これ停止させる方法ない。ああ、もう動かせない。怖。これロードもステーブもないからな。で、ここになんか謎の暗号があるんですよね。この何、三角、なみなみ、で、穏やかな。色が関係してるのかな。一回捕まえて。一回ちょっと、これ開けて、とりあえず、この四つが手に入ったという感じですね。ちょっと重くなったぞ。さっきの動いたから。ちょっと設定して、最低にしてみるか。グラフィックス。ああ、こうにしてたから。あ、ちょっと穏やかになったね。じゃあ、ここをセットして。あ、この鍵だ。あ、そういえば裏のあの、ワンちゃんと遊んだところに、と思ったんだけど、このワンちゃん厄介なんだよね。さっき突き飛ばされたし。ワンちゃんどこにいる？そこか。そこの鍵なんじゃないかなという感じですね。違った。まさか違ったか。じゃあ普通にゴミ捨てに行こうか。危な、無限だった実質。よし、こっち側そこの入り口でやられたらちょっと怖いね。よし、こっち側なんか鍵が関係してるところがなかったよね。両サイド扉もないしってか。ああ。エラーだ。ああ、じゃあちょっと落ちてしまったんですけど、やり直していきましょう。気を取り直してか。あら。登れなくなっちゃった。ちょっと持ってるものが、まあいいか。
無理やり登りました。ということで、なんかこっから取り付けられるみたいですね、カメラ。よし、もう一個でそっちにカメラを見つけて、カメラというかライトを見つけてやっていくという感じだね。ワンちゃんね、あそこに来ちゃったけど、まあいいか。まあとりあえず落ちちゃったけど、リスタートしていろいろとね調べていきましょうか。で、バールのようなもの、どこにあるんだろうね、この町では。バウバウ言ってるね。で、ここは入ってきたよ、普通に。まあ今ちょっと何も持ってないからな。燃えるゴミも持ってないし、あと一つ見つけてこないとね。3階まであるのか、ここ。じゃあ、上上がるか。ここは裏だっけ？うん、裏だね。で、一応ここのスプレー缶ゲットしておいて。あ、こやつ燃やしてこようか、まず。おそらくだけど、こっからいろいろ出てるんだよね。あー、あと一個か。あと一個の場所も大体分かってるから、そこ行こうか。てか、バールない、バール。嫌がらせしていこうか。ここに普通バールがあると思うんだけどな。ここのバールが欲しい。なんかあるってわけじゃないね。普通のトイレだね。まあ上上がっていくか。他の、じゃあ部屋も見ていこうか。その部屋の謎は解いたしね。で、上のやつが動いてって。この屋根の上はちょっと無理だな、現段階では。ラードセイ君よ。危ない。あ、バグだ。よし、よかった。で、これをゲットして、まずは燃やすか。燃やすの見てみたいしね。ワンちゃん落ちてきてる？まあ、閉じ込めておけるんだったら閉じ込めておける。よし、赤のとこに行ったね。これで何か反応あったかな？あるかな？あ、ワンちゃん来なさい。で、登っていきましょうか。登っていったところで意味ないけど。よし。お、扉出られるようになってるね。お、よし、閉めとくか。ん？何これ、何これ。一つなんか小部屋のところにセットできそうな場所あったからね。ここ行ってみるか。ここの苗、謎もわからんのだな。ゴーニートだけやっとくか。やば。この、これは、赤く塗ったところでかい、ダメでしょう。ん？あ、もしかして、
ライト赤くするのか。なるほど、赤くしただけだけど、ちょっとあの劇場に行ってライトを赤くして染めてみようか。あー、まだね、下のライトは赤くするし、赤くなった。あー、なるほど。いや、あのライトをなんか紫色の、紫色じゃない、青いライトもあるのかな。あー、これなんか壊さんとあかんのかな。関係ないよね。あと別の色のスプレーない。あ、バールあるじゃん。バールを見落としていた私としたことだ。だったら謎を解けるじゃん。ただの木箱だよ。ちょっとセットしておこうか。奥の部屋だっけ、ここだろ。これをすることによって何かできるわけじゃないのか。ここには何がある。あ、青いスプレーがある。と言ってもな、この鍵が合わないしな。お？あ、Bか。ここまででやっとビーカーが発見できるっていうくらいか。なんか分かりづらいね。とりあえずあそこの水出てるところで汲めばいいってこっちかな。使った。水入ってるのかな。なんだろう、これ使って何かできるのか。あ、ああ、もしかしてこれか。ああ、23ね。いや、これでもう、じゃあ、わかりますよ、道が。で、ここだね。23。開いた。いやー、恋焦がれていた。これは青か。で、ここは登れるのか。あそこに行くんだね。よし。ここは。いいね。ここまで来てサクサクという。感じだね。あ、で、これで鍵か。この紫の鍵。お、大きな鍵だね。もうここには来ないな。
ああ。バッテリーか何かがないのかな？最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。では、それでは。